のぼるくんです。2022年10月10日、しばし武衛人足利義輝邸遺址跡ですね、やってきました。この付近、足利義輝の邸のがあったと言われているところです。場所はですね、今現在地こちらです。京都御苑がありまして、京都御苑の烏丸太町から一筋二筋、一筋目を西へ行って室町通りを北へ行ったところですね。ちょっと駒札がありますので読んでみたいと思います。しばし武衛人足利義輝邸遺址、室町幕府第一の家学として三官僚筆頭だった芝義政、1350年から1410年は宮中御所等を守護していた。兵衛の府の唐名を取って唐名を取って武衛と呼ばれていたと。しばしが室町通り嘉手納工事に邸宅を構えたため嘉手納工事殿と呼ばれることもあったが、いつしかこの地と邸宅は武衛の名を取って武衛人と呼称されるようになったと。武衛人は鬼の乱で戦火に遭い消失しました。鬼の乱、ここから約1キロ半ぐらい、2キロですね、2キロぐらい北にあります上五稜神社から戦火が始まったということですので、近いから消失したと。ことごとく大仁の乱の場合は京都の町を、ほぼほぼ焼き尽くしてしまったという、そういう戦争、11年間、日本で、そういう戦争でしたけども、消失したが、遺址付近は現在も武衛神町と呼ばれて、現在の地名もですね、武衛神町という地名が残っているということですね。後年、武能町幕府第13代将軍足利義輝、1536年から65年が当地に邸宅を構えて政務を取ったと。しかし永禄8年1565年、松永久秀に襲撃され死去されて邸宅を消失したと。永禄12年1569年、織田信長が武衛陣跡地を拡張して室町幕府最後の将軍足利義昭1537年か97年のための旧二条城、今の二条城と違って旧二条城という形ですね。二条城からはだいぶ、西の方になりますので、二条城から1キロ半ぐらいですかね、離れてます。旧二条城を建設した維新後の明治28年、この武衛陣旧二条城跡地に平安寺和久院が大阪、なんと大阪やったんですね。平安寺学院の始まりというのは大阪の川口入り口、川口入り口ってどこにあるかわからないんですが、川口入り口より移転してきたと。そして今日に至るということですね。平安寺学院の英語名であるセントアグネススクールの、セントアグネスは紀元305年ローマ皇帝の迫害により13歳の裏若き身をもって殉教の死を遂げた少女の名前、なんと。その後セントアグネスは全世界の信徒より少女の守護神、聖人として拝められていると。守護を司った芝橋、武衛人と守護聖人アグネスを公明として挙げる平安女学院や寄宿も同じ場所に建てられているという、平安女学院の駒札でした。以上、しばし武衛人足利義輝邸遺址の跡でした。どうも、ルックンです。2022年10月10日、聖アグネス教会やってきました。先ほどの平安寺学院の続きですね。大阪から京都へ引っ越してきた平安寺学院ですが、教会も建てられています。聖アグネス教会。場所は、烏丸の御所。京都御苑があります烏丸通りの下立ですね。その場所になっています。
なかなか立派な教会です。聖アグネス教会です。その隣には平安女学院があります。こちらですね、平安女学院、結構大きな規模の学校、なかなか 女子だけで学校経営難しいかも分かりませんが、頑張ってます。その隣、カラスマ下立ち売りの角に、聖アグネス教会があります。以上です。どうもルックンです。2022年、10月10日平安女学院大学ユーアリス館の長屋門というのが、こちらなんですけども、こちらが平安女学院ですね。聖アグネス教会はこちらです。場所は烏丸の下立ち売りです。駒札がありましたので、駒札の方行ってちょっと読んでみたいと思います。烏丸通り側にやってきました。旧アリス川の宮邸ですね。今は平安女学院の施設になってます。ちょっと駒札ありますので読んでみます。平安女学院アリス館、アリス川の宮宮邸ですね。築年が1891年、明治21年。建物が119坪、敷地面積が650坪。なんとこのいい場所にですね、おそらく今京都市内では一番、住宅地としては価格が高い、土地価格が高い場所です。木造瓦葺き平屋建てで、アリス川の宮宮邸、アリス川の宮家は1625年に創設され、約300年続きましたが、1913年の10代武人親王の皇居の後、その、高松の宮家に継承されたということですね。京都御所建礼門の前に建てられていたアリス川の宮邸は、建礼門を言いますとですね、こちら京都御苑があるんですけども、この京都御苑のど真ん中に、建礼門があります。もともとそちらに、建てられてたということですね。それで、一時、京都裁判所の仮庁舎、なんと京都裁判所、京都地方裁判所の仮庁舎として使用された後、この地に移築されたと。2007年まで京都地方裁判所所長官舎、裁判所の所長の官舎として、使用されてたということですね。それから平安女学院に、譲渡されたということですね。それが2008年、書院造りの様式を備えた屋敷には床の間と付け書院を備えた上段の間や15畳の板張りの能舞台、なんと能舞台の間があるんですね。幕末から大正にかけての公家屋敷や高級官僚官舎の様相を今に伝えているということですね。正天門、正天門は屋敷の表門として、銅板と真鍮板で敷かれた豪壮な趣のある平から門ですね。1912年、三井家の総長、三井高安氏邸の表門として新築されて、その後、別の地に移して、表門を1952年現在の地に移築していますと。同年の中秋の名月の夜、歌人吉井勇が、李白の詩より正天門と名付けたということですね。長屋門。長屋門は近世諸大名の武家屋敷門として、江戸時代に多く建てられています。門の両側は長屋となっており、門番部屋と歌人使用人の遺書などに利用されていました。南側の下立通りにある白い漆喰の井のこの門は、長屋門形式としては最上級の構えと言われています。先ほど長屋門ちょっと紹介しましたけど、邸内にあるしだれ桜、しだれ桜は1952年、
道門と印象画学の圧案により大学参考院内の妙正の桜を移植した。なんと、太閤秀吉が大学の宴を催した当時の桜の孫にあたるんですね。で、まあ、平安城学院の、まあ、いろいろ見学の精神とか書かれています。以上、平安城学院アリス館でした。どうも、ルックンです。2022年10月10日、聖アグネス教会平安城学院の一番西端になってる、まあ、教会らしき建物もちょっとこっちから残しておきます。なかなか素晴らしい建物です。おそらく聖アグネス教会の建物の一部だと思われます。素晴らしい衣装ですね。ちょっとこちら乗ってみますと、こちらはずっと続いてますね。まあ、平安城学院の学校の一部になってるんですね。素晴らしい建物ですね。まあ、2階建てですが、以上、平安城学院でした。